行くわよ。開け電化地球の扉、スコーピオン。サンドバスター、よしガリーのモーター、行きます。このくらい楽勝ね。
バスター燃えてきたぞ。ガリューの逆光なかなかやるでしょ。その調子です、ルーシーさん。大地を、風を、気を、肌で感じるのです。そして自然と一体化するように、呼吸を整える。きつい。レイラ様も同じような特訓をして、精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことある？すべての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とかそんな物騒な話じゃなかった。それは一見簡単に手に入るようで、とても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもあるの。お母さんは言ってた。全ての魔法は愛から始まったって。だから私は、一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。